女性として初めて検察のトップに就任した畝本直美検事総長が会見を行い、昨今検察に厳しい目が注がれている、適正な検察権の行使に努めてまいりたいと述べました。検察が国民の信頼という基盤に支えられている、そのことを心に刻み、常に検察の理念に立ち返り、公正誠実であることを大切にした適正な検察権の行使に努めてまいりたいと考えております。畝本直美氏は最高検公判部長や東京高検検事長などを経て、9日付で女性として初めて検事総長に就任しました。就任会見で畝本氏は、男性であっても女性であってもこのポストに期待される役割は同じだと思うので、精一杯努めていきたいと抱負を述べました。また昨今検察に厳しい目が注がれているとして、真相解明は大切だが、手段が適正公正であることを大切にして、組織全体への定着に取り組んでいきたいとの考えを示しました。